ルイス・フォンアン博士は、グアテマラ生まれの起業家、およびカーネギー・メロン大学計算機科学部所属の、准教授である。ルイス・フォンアーンとも。彼は、クラウドソーシングの発案者として、その先駆的立場にいることで有名であり、その技術を応用した、リーカプチャという企業及びプロジェクトの創設者である。リーカプチャは2009年、Google に売却されている。 研究者として彼は、キャプチャ及びヒューマンベーストコンピューテーション分野などで業績を残しており、このことが彼の国際的な名声や数々の賞の授与につながっている。彼には様々なフェローシップが授与されており、2006年にはマッカーサー基金によるマッカーサーフェローシップ、2009年にはデイビッド・アンドル・シール・パッカード財団のフェローシップ、及び アルフレッド・ピース・スローン財団のスローンフェローシップ、並びに2007年には、マイクロソフトのニューファカルティ・フェローシップがそれぞれ与えられている。また、彼は、科学雑誌ディスカバーの科学における最優秀頭脳50名の1人に選ばれており、加えて、他にもポピュラーサイエンス誌の10名の秀才、シリコン・ドット・コムのテクノロジーにおける最も影響力のある50名、 テクノロジーレビュー誌の TR35、ヤングイ g ベイターズアンダー s Under 35、およびファストカンパニー誌のビジネス界の最もクリエイティブな100名など多くのショーリストに自身の名を連ねている。グアテマラの有力紙、シグロ・ベンテウの新聞は2009年の時の人に彼を選出した。2011年、ホーリンポリシースペイン語版は イベロアメリカにおける最も影響力のある知識人に彼を選んだ。ルイス・フォンアンはグアテマラシティにて生まれ育った。アメリカンスクール・オブ・グアテマラにて勉学に励み、同校を1996年卒業。その後と米し、2000年、デューク大学を主席で卒業し数学士の学位を得る。カーネギー・メロン大学の博士課程に進み、指導教官。 マヌエル・ブラムの元研究を行う。ブラムは、ルイスを含め計算機科学分野にて極めて有名な研究者多数の指導教官として非常によく知られている。2005年、同大学にて PhD を授与される。2011年、彼の業績を称え、エーニコ・ハーバーマン記念計算機科学部議長という役職が与えられることとなった。 同職は、オランダ人の計算機科学者で、同学部改祖後の初大学部長を務めた、ニコハーバーマンを記念し設置された役職であり、同学部内において、類いまれな才能を持つ、若き研究者を対象に3年ごとに選出するものとなっている。その他、リーカプチャ売却直後の2009年から2011年まで、Google のスタッフリサーチサイエンティストでもあった。 ルイスの初期の研究テーマは暗号理論分野に属すものであった。ニコラス・ J ・ホッパー及びジョン・ランフォード両名の協力により、彼はステガノグラフィーの厳密な定義を初めて与えることに成功し、さらに秘密鍵、ステガノグラフィーが可能であることを証明した。2000年、彼はキャプチャというコンピュータ生成テストに関する研究の草分け的業績を指導共感。 ブラムの協力のもと達成することができた。キャプチャはコンピュータが生成するテストではあるが人間にとっては型にはまった動作でクリアできるものであるにもかかわらずコンピュータ自身が未だクリアできないテストである。ウェブサイトはこのからくりを利用して自動化プログラムやインターネットボットによる大規模な不正利用を防いでいる。例えばアカウントの大量自動発行や ダフ屋の転売目的でのチケットの大量購入などを、ウェブサイト上でできなくする。ニューヨークタイムズ及び USA トゥデイなどの新聞、ディスカバリーチャンネル及び PBS のテレビ番組の場、サイオンスナウなどの映像メディア、並びに、その他主流メディアで、キャプチャが取り上げられたため、開発者であるルイスの名声は広く一般の大衆にまで初めて広まった。2005年、 彼の PhD 論文は完成した。この論文は、ヒューマンコンピュテーションという用語が使われた初めての出版物である。それは、人間とコンピュータどちらが欠けても回答することが不可能な問題に対し、人間の知能と計算機を組み合わせて特殊法を表す彼の造語である。ルイスの PhD 論文にはもう一つ、世に与えた初めての業績が含まれている。 それは目的を伴うゲームに関する研究である。これは人間がゲームをプレイする際にその副作用として有益な計算リソースを生み出す性質を持つゲームである。この研究に関する最も有名な例が ESP ゲームと呼ばれるオンラインゲームである。これは参加者から無作為に選んだ二人に同時にある共通の画像を見せて互いにコミュニケーションを取ることなく その画像から連想される語句を各人が制限時間内に入力し、もし両者が一致すれば点を与えるというルールを持つ。実はこのゲームは回答データを蓄積しており、このゲームを人間が数多くこなすことで、当該画像から連想されるフレーズや言葉が、結果的には正確性を帯びるようになる。そして、趣味よくデータベースに収められたデータを画像検索技術の 正確性向上に当てることができる。後に ESP ゲームは Google イメージ、ラベラーという形で Google にライセンスされ、Google 画像を検索の正確性向上に利用されることとなった。ルイスの研究に基づき設計されたゲームにより、メインストリームメディアにて彼の報道がさらに目立つようになった。彼の論文を称え、カーネギーメロン大学計算機科学部は後に、 最優秀博士論文書を彼に与えている。2006年7月、彼は Google Tech Talk にて人間によるコンピュテーションと題する講演を行った。講演はいかにして人間の無駄なリソースを有用な事業に充てるかというクラウドソーシングに関するもので講演の映像に関する評判が口コミで広がり視聴数は100万兆を数えた。2007年、ルイスはリーカプチャを 発明した。これは単なる新型のキャプチャというわけではなく、キャプチャを回答する際のリソースを紙媒体の書籍の電子化に活かすものである。d ー a p t c はユーザーに向けて文字が書かれた画像を表示するが、この文字は電子化の対象となる紙の古書に直接由来するものであり、OCR で認識できなかった文字を人間に解読させることを意図して Web 経由で送信される。 リーカプチャは現在10万兆のウェブサイトにて採用され、日々4000万兆の語句を解読している。2011年からは彼はデュリンゴという外国語学習プラットフォームの開発を開始した。このプロジェクトは何百万もの人間の力を結集し、外国語を学習すると同時にウェブ上のテキストを各種用言語で翻訳することをその目的としている。 2015年現在、このサービスはユーザー数が1億人を超え、Google Play と Apple App Store の各教育カテゴリーで最もダウンロードされているアプリとなった。ルイスは教育活動において一風変わったテクニックを多数用いており、彼の教育活動に対しても所属するカーネギーメロン大学は複数回検証している。2008年当期からは彼は同大学にて、 サイエンス・オブ・ザ・ウェブとの表題がついた新設の講座を担当している。この講座はゲーム理論とグラフ理論を絡めて検索技術、クラウドソーシングおよびウェブマーケティングのからくりを学生に分析させるものとなっている。ありがとうございます。